一球外角いきましょうか。第9初球を猛攻、さすがすぎるそれ、マジでさすがすぎるそれ、それマジでさすがすぎるって。内角1球行きたい。投げた、真ん中にストライク、これで追い込みました。ボール球でいい。追い込んでから投げた、外れた。もう1球臭いところでいい。次は4球目、投げた、158キロ速球。エヴァンス、勝ち越しのチャンスです。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で、バッターは新3年生、なにわの牛若丸、馬場。初球バント、ピッチャーの左で転がした。お前な、3番稼働にした意味はこれだからな、絶対点取る。もうマジここで点取らなきゃもう3スクは絶対しない。第9投げた、初球空振り、投球これから2球目、外角高め際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。やべえマジで取り当たす、やべえマジで取り当たったぞ、やべえマジで涙出てくる、涙が出てくる、やべえマジかよ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、バッターは新2年生、投球これから4球目、インロー際どい球、次に決める。金属バットひしょっと割る、ど真ん中のストレートで金属バット真っ二つに叩き折って三振で終わらせるわ。第5球投げた、さあどうやった、やった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 よ。やった。ちょ、一回これ聞こう。うわ、マジかよ。